藤原弘信は日本の作家、社会活動家。1980年大阪府大阪市西成区生まれ、創価高校、創価大学を経て一般企業に入社。営業マンとして高成績を収めるものの3年で退社。その後農業に関わる仕事を目指して自ら米屋を立ち上げるが赤字を出し続け3年で閉鎖。 様々な職業を転々とした後で日本で知り合ったギニア人と共にギニアに赴き現地で製氷工場を設立。この過程において現地で目にした圧倒的な格差社会に衝撃を受け貧困問題に取り組むことを決意する。現在はバングラデシュにおいてスラム街の子供たちに食料を支援するギフトフード及び学校を建設する事業に力を注いでいる。 2017年に Facebook ページ、病気を治そう。ブログ、健康のすすめを立ち上げ、健康のすすめは、月間200万 PV を稼ぐ人気サイトに成長。また、全国各地を回りながら、社会問題、地球環境問題の啓発を目的とした、講演会を積極的に行っており、その数は2018年で、年間150回を超える。 2019年の講演会は307回。2018年9月に、買い物は投票なんだを出版。同作は、発売3ヶ月で2万部を突破し、同年12月22日、朝日新聞、売れてる本でも書評される。総課大出身であるが、公明党を支持しておらず、第25回参議院議員通常選挙では令和、新選組から出馬した。 大西出撃の応援をした。2019年10月には、初めての単調となる、僕らの地球の直し方、怪しい社会活動家の、つながりと、挑戦の話を出版。同書内では、世界とのつながりに気づくことは、自分の人生を大きく変える。世界、人生に対する向き合い方を変えたことで、自由で身軽で、シンプルに生きられるようになったと述べている。 2020年12月に、買い物は投票なんだの続編となる、アースおじさん46億歳を出版、四児の父、五人兄弟で、定前にはかつて、札幌吉本所属のお笑い芸人だった関徹也や,や、女優の藤原玉江がいる。買い物は投票なんだ35関心者、2018年9月。 ISBN 978から4から866809007僕らの地球の直し方35関心者2019年10月 ISBN 978から4から866809069アースおじさん46億歳35関心者2020年12月 ISBN 978から4から866809144 ありがとうございます。